はい、どうも、ワリオです。今日はこれです。もうダイソーのね、釣竿セットも皆さんご存知だと思うんですけども、やっぱ僕は最近ロッドビルディングを始めてからですね、1000円ロッドカスタムしろよというコメントをたくさんいただいたんでですね、まあ達郎さんとかがこういうの一回作ってるんですけども、まあ気にはなってたんですけども、まあ僕もちょっとやってみようと思います。リール付きでね、1000円なんて驚異的です、本当にね。まあでも今回はリールは使わずにロッドを、まあ僕らしくですね、改造できたらいいなと思います。まああのいろんなレビュー、まあ YouTube 内でも結構このロッドに関しては出てるんですけども、まあ押しなべて皆さんの評価はこの柔らかい、ベナンベナンみたいな感じのコメント、確かに柔らかいですね確かに腰はないですね、はい。だけどこれを特徴を生かした釣りっていうと、やっぱ僕の中ではもう完全にもう平場以外思いつかないですね。まあ平場だとですね、腰のなさが逆にポジティブファクターになるので、ただグリップの長さが足りないですね。ちょっと短いんで、これはまあいろんな改造しなきゃいけないと思うんですけども、まあまずは バラしてみないと分かんないんでね、まずは分解してみたいと思います。はい、ガイドは完了です。次は難関のグリップス。いやー結構めんどくさかったはい、今回はできるだけね、家にあるものを再利用しようと思います。この、パーツはですね、あの嫁とダム湖に行った時に折れたものが捨ててあったんですね、メジャークラフトのバスワンだったと思うんですけども、それを全部分解してですね、取ったものです。これはリールを固定するためのメスネジなんですけども、このリール側の方をこれパチッと取って、このネジの部分だけちょっと使ってみたいと思います。このリールシートの後ろに、どうだ、こっちか、いや、まあ、こっちですね。こういう感じで、固定してみたいと思います。まあこんな感じですね。はい。こういうのをどんどん再利用して使っていきたいと思います。まあ、今回もリアグリップはスライド式を採用しようと思うんですけども、となるとここの部分が露出するんで削ります。はい、かなり良くなったんですけど、まだ接着剤の跡微妙に残ってますけども、まあ、とりあえずきついんで、もうここら辺に今日はしておきます。はい、ということで、今回はダイソーロッドブランクス部分すべて使うのでですね、リアグリップのブランクスをどっかで探してこなきゃいけないということで、まあリサイクルショップか、まあ中古釣り具店とかを回ってみたいと思いますけども、まあちょうどいい径のものがあればいいんですけどね、まあちょっととりあえず、数字だけ持って、近くの釣り具屋さん、中古屋さんを回っていきたいと思います。ということで、ちょうどいいのあればいいけどね、行ってきます。見てください。ラッキーなことに1軒目のリサイクルショップで、ボロボロの投げ竿を見つけました。見てください、もうボロボロ錆びてる、280円、すっごい古いものだと思いますけどね。まあこれ全然ブランクスが取れればいいんで、別にガイドが錆びてようが何しよう、すげえ色っすねこれあ、ちょうど僕マイクロソルトっていう緑色のね、ロッド主体にしたロッドがあるんですけど、それの折れた部分、折れたんですよね。それの修正にこれ使えそうですね。使おう。はい、ということで問題はこのブランクスと噛み合ってスライド固定できる部位がここから取れるかどうかっていうの
ですよね。まあうまくいけばいいんですけども、まあとりあえずノギスで測ればですね、止めたいところの直径は約15ミリなんですよ。なので、まあ、とりあえず分解しないきゃ分かんないですね。分解っす。お、ここいけそうですね。あ、なんかそう、ここはいけそうですね。この部分から取れそうな気がしますね。まあ、とりあえず慎重に慎重を期して何回でも切る覚悟でちょっと遠めのところから切っていきたいと思います。はい、ということでご覧ください。見事なジャストフィット、あつらえたようですね。ここまでできるとは自分でも思わなかったですけど、意外と簡単でした。はい、ということで、材料すべて揃いましたので、まずはダイソーの、ブランクスですね。はい、ブランクスね、さらに、ペーパーかけてきれいにしました。ここに黄色い点が見えると思いますけど、ここは隠れるんで、それ以外のところ接着剤の跡をね、綺麗に取るのかなり苦労したんですけど、綺麗になったと思います。で、リアのキャップですね、これはもともとついていたものを再利用です。さらにね、口割れのリングです。これはあんまりかっこよくないんですけど、まあ、折れないための、保険みたいなものですね。さらにこの釣り場に捨てられてた、まあ、折れたロッドから回収したリングとかメスネジとか、あと購入したのリングですね、誘導リング と、トップガイドですね。これサイズがですね、タツルさんの、公開されてる、まあ、ガイドデータ通りに買おうとしたんですけども、まあ、微妙にちょっとやっぱ個体差があるのか、サイズがちょっと微妙に違ったんで、今回サイズを公開するのはやめておきます。はい、であとこれは固定用のガイドですね。これも拾ったロッドから採取したものです。これを2つ使います。それからリアのブランクスですね、リアグリップのところのブランクス、これは中古ショップというかリサイクルショップから280円で買ってきたボロザオから採取したもの。そしてこのコルクグリップなんですけど、これは中国のサイトからものすごく安価なものを見つけたんで、そのまま取り寄せてみたのを今回使ってみたいと思います。それからリアグリップを固定するためのオスネジですね。オスネジというか、これこの部分と同じなんですよね。リールシートのネジ部分と同じ口径なんですけども、まあちょっと竿の色に合わせて、シルバーをわざわざ金属のものを購入してしまいました。はい、それから、トリガーがこんなに長いこのパイプシートですね。これ僕今回ものすごく楽しみで、このグリップを一回使ってみたかったんで、楽しみです。とそれからこれは多分使わないだろうなと思いながら買ったですね、スレッド色違いちょっとね、この竿に色どう見ても合わねえなと思いますね。多分使わないと思いますけども、とりあえずやる気はあるよということで、スレッドの色違いも買ってみました。けど今回は多分使わないですすいません。このようにですね、今回は捨ててあったものや中国産を使用しています。割と安価でトータルは済んでますね。はい、ということでリアグリップから作っていきますが、すでに完成したものがこちらにございます。これね、仮組でね、ちょっとコルク刺したら抜けなくなっちゃったんで、もう完成品ですこれね。はい、リアの、キャップのオスネジ部分も装着してしまいました。はい、これビデオ撮ればよかったんですけどね。はい、こんな感じで装着できます。で、反対側はこんなネジをつけるので、まあこういう感じのテーパー早速削ってみます。はい、
はい、いい感じのテーパーができたんではないでしょうか。はい、ここにネジをつけなきゃいけないんですけど、まあ、こんなに長い必要はないので多分3周分ぐらいでカットすればいいと思いますね。で、拾った折れたロッドから回収した、まあ、意味もなくリングをつけてみます、まあ、こんな感じでどうでしょう。とはいえこれ3周分あればいいのでまたあの地獄の作業をやらなきゃいけないですね。頑張ります。もうなんで金属買ったか今もう本当にね後悔してますけど、まあまあ綺麗にできました。はい、で、分からない方のために軽く説明させていただきますとですね、ブランクスがあってこの、メスネジのついたオスネジをこのパイプシートの後ろに、接着してしまいます。こんな感じでね。はい、今ちょっと段取りの間違いに気づきましたまずはリアグリップ通しとかないと説明できないですね。はい、まずはリアグリップを、一番太いブランクスに通して、先ほどのパイプシートを通してこれ直すときは、こんな感じで収納すると、まあ、そういう青写真で進めております。ということで接着です。はい、テレスコピックロッドっていうのはですね一番太いブランクス部分ができればほぼ、90% 完成したと言ってもいいと思うんですけどもまあ僕が想像していたよりもまあ結構かっこよくできたんじゃないかなと。まあスレッド巻きとかすごい下手ですけどもテレスコピックグリップはこんな感じでちゃんと機能します。これタイラバロッドとして十分脇に挟める長さだし縮めればなんか他のことにも使えそうだし、結構いいんじゃないかなと思います。でこれ何やってるかというとちょっと調子乗ってですね、ネームを入れてみようかと思ってやったんですけどもこれまあ普通の紙にシール用紙にですね、レーザープリンターで印刷したものをちょっと貼ってます、こんな感じですね、画流の人と、画流の A はですねダイソーリスペクトのマークを入れておりますで、これを、こういう感じでエポキシでコーティングすると。で元からあった傷がちょうどこのポジションにあるんですよね。なので、まあ、かっこよくはないんですけどこの傷が見えてね。でもまあこういうのも味ということで全て味ということで片付けていきたいと思いますね。まあ、このあと何度も、まあ、ペーパーかけてコーティングすると綺麗になるのかもしれませんけど1回でとりあえず止めてます。あと、固定部分のガイドをスレッド巻きですね。これも僕の最も苦手なところなんですけども2箇所今回は止めなきゃいけないんでまあ不慣れながらも一生懸命やりました。はい、ということで、今回これですね。まあよく見るとすげえ雑なんですけどもとりあえずロッドとしてはできてるかなと思いますね。テレスコピックロッドシルバーかっこ悪いなと思って買ったんですけどまあ実際にやってみるとそんなにかっこ悪くないですね。シルバーのロッドってね、まあ赤いスレッドとか使わなくてよかったかなと思ってます。はい、実際にこのテレスコピックロッド、グリップもテレスコピックですんでこうやって伸ばしていただければまあ普通に平場のように、脇に挟んで釣りできると思いますんでいいと思います。でまあこれ遠征とかに行くのにはですねまあとりあえず畳んでしまえばすごくコンパクトになるわけで、グリップをこのようにしまってロッド自体をこうやってしまってしまえば僕のリュックには余裕で収まりますんでこれだけを持っていけばいいと。で船なんかで平らばしするときにはこれでいいと。また逆にですねこうやって絞った状態でも別にお隣とかですね変な違和感ないんでこのまままあ例えばボートシーバスとかもいけそうな気がしますね。なんかすごい明記の予感がしますよすごい明記の予感が僕の中ではしています。まあ、各パーツをちょっと説明するとこのグリップのロングトリガーっていうんですかねこの長いトリガーこうやって挟むんじゃなくて全部を乗せるトリガー1回使ってみたかったんでこれもう本当に
楽しみなんですけども使ってみたいと。で、誘導式ガイドとトップガイド、これは今回購入したものですね。はい。で、固定ガイド、スレッドすげー汚いですけどもなんとか固定はしております。はい、これはもうしかも拾ってきたダム湖に捨ててあった折れたロッドから採取したものですね。はい、それを巻きつけております。全然問題ないと思いますねこれで。はい。で、口切れ防止のリング、これはもうオリジナルで、ダイソーのロッドに最初からついているものですけども、かっこ悪いけどもつけました。それからこの、装飾パーツも拾ったロッドから取ったものですね。でさらにここの装飾リングも拾ったロッドから取ったものです。この後ろの、メスネジ部分、これも拾ったロッドから採取したものですね。でこのオスネジ部分なんですけども、これ金属買ったんですけども、これプラでよかったじゃんと、しかも黒でよかったじゃんと、元からうちにありましたのでそれ使えばよかったなと反省してます。あとこのキャップは元からダイソーロッドについていたものです。ということで、あとは曲がりと強度ですよね。チェックしましょう。ということで、これはマイヤーズラムの 750mm がフルに入った瓶があります。これ何グラムなのかわからないですけども、まあここで折れてくれても動画的には美味しいんですけども、まあ折れないっすよ。粘りがあります。これぐらい持ち上げられればね、まあとりあえずいけるんじゃないですか。猫を持ち上げてもまあいいんですけど、まあ全然持ち上がるし、このやっぱ元からの素質というか、このペラペラなこの柔らかい腰のないこの曲がり、これ平らばに本当に向いてるような気がしてきましたね、こうやって扱ってると。で今回残念な点も、まあ、2点ほどあります。まあこれはもう言わずもがな、このスレッド巻き依然として超下手くそ、美しくないです全然。でもう1点はこのテーパーをつけたこのコルクグリップですね。これ中国から、仕入れたこの安いグリップなんですけども、テーパーをつけていくとですね、ここはコルク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 、何これみたいな素材に最後なってるというですね。まあ肌色の EVA って言えばいいんですかね、明らかにコルクではないものですね。まあテーパーはうまくできたんですけどもね、まあなんていうの、この EVA の上にこうのり巻き状にのり状にねコルクを巻いてあるだけの商品だったということで、これからまた気をつけたいと思います。まあ、どっちにしろですね、まあ使ってるうちに真っ黒になってどこがどこだかもう分かんなくなると思いますんで、まあこれも味ということで全て片付けたいと思いますね。はい、ということで、今回これで完成と。以前最初に作った初号機ですね、タツルさんの忍びブランクスを使って作った初号機、これはですね、もうこのダイソーロッドとは相反してですね、もう非常にしっかりした作りのロッドになってますんで、この相反する性能ですね、陰と陽と言ってもいいと思いますけども、こちらの2本を使って私二刀流でですね、ボートフィッシングを楽しんでいきたいと思います。コンパクトだからですね、遠征にもすごくいいと思いますね。であと、まあ、もう1本、これ2号機ですけども、オルルドの投げ竿を改造したロングロッドですね。まあ、これは9フィート近くあるので、まあショア、まあ、おかっぱりですね、で、釣るときにはすごく重宝しそうですね。これまだ使ったことないんですよね。今度使ってみたいと思います。で、これがまあ3本揃ってですね、全て私のリュックの中に余裕で収まるというですね、まあほぼほぼ僕の、テレスコピック3本、これもうほぼ目標は達したかなと思ってますね。まあ、あとはウエストポーチに収まるような小さなロッドを作ってみたいなと思いますけど、まあとりあえず、このサイズのテレスコピックロッドはこれでいいと思います。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ですね、私がなぜお姉さん座りをしているかということに関してはツッコミを入れないでください。私あぐらかけないんでですね、すいません、恥ずかしながら私あぐらかけません。はい、すいません。